これは毛を混ぜてるんです。馬の毛とヤギの毛、それとあとそれぞれの白と黒の毛を混ぜて、はい、あの肌触りとかあのヒゲブラシ独特のコシを持たせる、そういうので毛を調合してるんですわ。馬は主にたてがみとあとは尻尾の周りの毛ですね。ヤギは胴体と足、それとあのヒゲなんかを使いますね。産地によって毛が柔らかい、細い、またあのしっかりした毛とか、箱を開けた時点で、あ、これはもう柔らかいな、そしてあ、これはええ毛やな、そういう感じが分かるんで、それをうまく組み合わせてやってます。こちらが今私持ってるのが結構細くて柔らかいんです。ですからこのしっかりした方と混ぜて、それもできるだけその具合であの半々に混ぜるとか、あの6:4に混ぜるとか、どの毛をどれぐらい混ぜるかいうので、そのブラシの肌触りとか、うん、腰の具合とか、それこそ値段に応じてもっといい毛を入れるとか、そういう感じですね。あのリングに合わせて中毛をくくってるんです、はい、中毛いうのは、まあ、外側に化粧的に巻くんで、それの、まあ、中身のものということですね。この短い毛と長い毛の間の空間が広がって泡立ちが良くなるっていうことにつながっております。これはあのクシなんですけども、毛を揃えたりするんですけども、この金属の種類によってこれすごくこう滑りがいいんです。で、まあ、あの他の素材だったらやっぱり引っかかるっていうんですか、道具が全てだと思います。男性はもうシャンプーされたりとか、あの顔剃りされるいうことはすごくこう気持ちがいいっていうんですか、心地よさっていうのはみんな感じていただいてるとは思うんですけども、はい、まあ、そういう、まあ、つかの間のひとときをの、まあ、お手伝いができればいいかなという感じでやってます。はい、これはあのマグネットを入れているんです。こういう感じで、はい、ブラシを逆さに吊り下げていただくと、はい、でそうすることによって普通に立てた場合は水分が根っこの方へ行くと、うん、そしたら毛が根腐れすると、そうしてこう逆さまにすることによって先の方に水分がいって乾きが早く清潔であると、そういうことであのマグネットで吊り下げるいう方法を、あのブラシを長くあの使っていただける。これは接着剤を流し込んで、はい、で毛を植え込むっていう作業ですね。以前はこのまま接着してこういうふうに立てて固まるのを待ってたんですけども、そうすればあのこの毛自体が接着剤を吸い込んでここにこう空洞ができたりする可能性があるんです。でそれをなくするためにあの一応吸い上げるのを待って逆さまにすることによって接着剤が毛の周りを埋めるっていうんですか、この毛自体があのお湯っていうんですか、あの泡立てる時に膨張するんですけども、以前はその膨張の力によってこの金具が浮き上がるっていうのがよくあったんですけども、まあ逆さまにすることによってその部分はだいぶ解消されたように思います。この工程は、毛先のこう長短にこう出たやつ出たものを整えて、まあ、製品として美しく出荷できるようにしている工程なんです。はい、これでだいたい仕上がりになります。まあ、ヒゲブラシっていうのはシェービングするときに人をこう気持ちよくさせるような商品なんですけども、実際はあの
過酷に取り扱われる商品なんで、それをまあ維持できるように私たちがまあ一本一本皆様にこう安心して使っていただけるように、まあ心を込めて作らさせていただいております。